6人。依頼は彼らの抹殺だ。依頼主は他ならぬこの兵士たちを配下に置いていた将軍。口封じのために自分の部下を殺せということだ。ターゲットの情報は端末の写真で確認してくれ。敵の戦闘ヘリだ。機銃を掃射されたら波の人間にはかわせない。慎重に行け。回収する。回収する。了解だ。
解除。Extraction failed.
採掘場に着いたか。その拠点には5人のターゲットが捕まっているはずだ。5人の監禁場所は端末の写真で確認してくれ。
Requested. The map has been updated. その程度で助けろと。助けた後は味方の部隊には戻れない。行き先は地獄か。
天国だけだ。いや、もう一つある。アウターヘブン。ボス、テープは回ってる。これでどうだカズ、クライアントからの報酬以上だろう。録音はした。目的達成だ。ここを出るぞ。捕虜たちをマザーベースに回収する。ランデブーポイントを設定しよう。川を下った先に高台がある。ここにヘリを送る。子供たちを誘導してくれ。いいか、子供は殺すな。それだけはダメだ。洞窟を出たら左だ。沼地を抜けて川沿いに下流へ進め。アルケスワンにないか。どうせ助けるか。いいか、ターゲットが一人でも死んだらミッションは失敗だ。気をつけてくれ。指示を出し、目的地まで誘導してくれ。ただし、距離が離れすぎると指示が届かない。注意してくれ。
指示が届かない。止まれ。今だ。ランデブーポイントに急いでくれ。こちら P コード、まもなくランディングゾーンに到着する。あんたは最高だ。あんた何なんだ。
するつもりだ、ボス。戦闘経験はかなり積んでる。鍛えれば役に立つだろう。子供は嫌いだ。特に銃をぶっ放す奴ら。どうだ、使えるだろう。いや、使えないな。まるで使えない。ボス、上から見えたか。居住区を増設した。俺たちとは住む場所を分けるようにした。スタッフにも数えん。じゃあ学校でも作るか。呼び書きと簡単な仕事くらいは教える。銃を撃つだけじゃない、本当の人生ってやつか。銃を撃つのは俺たちの仕事だ。子供は俺たちとは暮らせん。詳細は端末で確認してくれ。